はい、どうも。練習見てますけど。課題はさ、最大の課題はセンターライン、特に二遊間。今ちょうどね、二遊間。そうそうそう。今から受けるのがクリスチャンっていう。ちょっとズームして。こう育成の選手なんだけど、やっぱ柔らかいな。柔らかいし、肩強いし、身体能力は抜群だね。で、足も速いしさ。そのボールを取る間っていうのが、この受けてる中の選手の中では一番いいね。肩の強さとかもそうやし。どうですか、ルーキーの辻本選手ですね。うん、注目度高い。守備はどう映ってます？ 29 番。ちょっとね、辻本は、はい、ボールの取る位置が近すぎるんだよ、体に。だからグラブが立ってこないんだよね。だから、寝ちゃうというかさ。はい、だからもう少し前で取れるようになるとすごくいいけどね。全体的に球がなんかシュート回転してるような感じがすごいするんですけど、まあやっぱボール投げるって肩のその向く方向、今のクリスチャンなんかさ、見えるところで取るじゃない、しっかり。だからそういうことがやっぱこう、まあ、外国人特有なんだろうな。柔らかさがあるし、うまいと思うよな。やっぱりサードカリステ、うん、外国人、外国人。いいんじゃないの、それは。面白いですよね。うん、あれ、今60番があれですね。タイガースから移籍した山本選手。うん、あね、まあ、山本はね、そうですね、まあまあ、ある程度どこでもこなしてくれるというかさ、バ、うん、イプレイヤーみたいな、まあそういう形で考えてるだろうから。強いですね。肩強いし、その握り替えの時に体がぶれないよね。体がぶれない。片岡コーチはあの膝に注射打ったみたいだから、ヘッド膝が痛いから歩き方が変なんだよ。おそらく立ってんのも辛いんだと思うんだけど、頑張って立ってるよね。なんか頑張ってほしいですよね、本当に。頑張ってね、ね、本当に。本当に頑張ってほしいです。まあ、丁寧に扱うね、辻本はね、ボールを。雑ではない。すごく丁寧に扱ってるから。でも、クリスチャンというのは、本当に雰囲気あるな。いや、グラウンドに立っててもさ、上手い選手って、やっぱ立ち姿とか、そういうのがすごくいいんだけど、クリスチャンというのは、こう、ショートでパッと立ってても、雰囲気感じるんだよね。すぐ、まあ、育成契約だろうけども、支配下になっていくかなっていうような。そんな感じがするよね。でも、 もう外国人がいっぱいいるじゃないですか、ピッチャーがいっぱいいて、うん、でもやっぱりショートってさ、なかなかできる人いないから、そういう面ではこう守りの要になってくれるような選手だといいよ。バッティングはまだ分かんないけど、まあ、8番ショートでも十分だからね、あれだけ守れたら。カリステよりもそっちですか？いや、カリステサードでいいんじゃない。で、ロドリゲスがいて、ピッチャーで、うん、メヒアとかもいるな。レフトに外国人もいいじゃないですか。もういいんじゃない、使ってそれはダメか。魅力はあるね。キューバ出身みたいですね。キューバ出身。まあ、立浪監督もすごく絶賛してたよ。で、今年からでしょ。そうです。で、急にやって、まあ、こういうグラウンドで、あれだけの守備を見せてくれるっていうのは、やっぱり非凡なものは絶対あるよね。二遊間の課題はあったとしても、まあ、バッティング打ってくれたらさ、もう本当、試合下にして使えそうな勢いあるし、まあ、やっぱ田中が入ってくると、また全然変わってくるかなと思うけどね。まあ、1年目のちょっとの期間しか守備見てないけど、やっぱあの子の動きは抜群だったから、例えばクリスチャンと田中が組むと、ものすごいスピードのある二遊間が誕生するよ。あとはヘッドの膝だよ。その膝、これ注目です。さあ、ブルペンにやってまいりました。うん、まあ、主に中継ぎ陣ですね。ね、あっちにはエースが柳ね。柳はやっぱこう体重のこう移動というかさ、乗せ方、あんまりピッチャーのその詳しいことは分からんけど、
だからそれがやっぱこうきっちりくるね、うん、体重の乗せ方というか。高めに来るしな。やっぱ藤島もこうやって体でかいね。状態。奥さんの手の協力であそこまで。体。はい、うん、体鍛えるために、はい、食トレみたいなので。ああ。やってもらって。藤島さんあの松木だくんね。松木だな。からかなり体が出がなりました。いやそうだね、強いです体が。まあやっぱり中日は投手陣はいいね。そうですね、いやあの力があるわボールに。でも松木はもうあの中田翔が立ってるとやっぱ緊張感あるやろな。ホームランやじゃあ。こんにちは。どうも。岸原京原さん。え？京原さん。知り合いから。あ、知り合いな。何キロぐらい出てるのね。八木平。高田君、マシです。ハトです。あ、勝負来たか。毎日室内ってなってくれちゃって。